KLM オランダ航空はオランダにおける L フランス KLM 参加の航空会社。オランダのいわゆるフラッグキャリアである。1919年10月7日設立。略称の KLM のオランダ語での発音はカ LM、カ LM に近い。本校では以下、KLM オランダ航空を KLM という表記に統一する。創設時と同じ名称で営業する世界で最も、 古い航空会社である。第一次世界大戦後の1919 19年10月7日に、アルベルト・プレスマンが、オランダ政府やウィルヘルメナ女王の援助を得て創設し、1920年に、ロンドン・アムステルダム間で、初就航した。アムステルダムスキポール空港を拠点とし、ヨーロッパの諸都市への航空網を構築した。早くから、アジア路線の開設に力を入れており、 1924年には、バンコクのドンムラン空港に就航した。初期には、オランダのフォッカー車の機材が主に使われた。1929年には、オランダの植民地であった、インドネシアのジャカルタ船が定期便となった。一方、大西洋路線では、カリブ海にあるオランダ領アンティルに運航するなど、かつて海洋王国として君臨した、オランダの植民地への運送手段として、 拡張を続けた。1934年には全金属製のダグラス DC-2 を導入するなど最新技術を積極的に採用した。しかし、第二次世界大戦でスキポール空港がドイツ軍に接収され営業が困難となり、すべての機材を失った。戦後はアメリカの援助を得て、1946年ニューヨークへの定期便を開始した。 1951年にはオーストラリアを除くすべての大陸に航空網を展開、12月には日本にも乗り入れた。1993年にノースウエスト航空と大規模提携を行い、後にコンチネンタル航空とともにウィングス・アライアンスの結成に動いていた。しかし2004年にフランスのエール・フランスと経営統合、持ち株会社方式で一つのグループとしての ネットワークを活かしながら、それぞれ独自のサービスとブランドを展開している。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。KLM とはオランダ語の、コニンクリーッキー・ルッチトバとマツカペの頭文字である。なお、第二次世界大戦前に、オランダが植民地として支配していた、オランダ領東、インドで設立された。 オランダ領インド航空とは資本関係にない。経営は AL フランス KLM で完全統合されているが国際航空では国間の航空権益があるため現存させている組織である。日本では成田空港と関西空港から毎日運航している。2020年11月現在、KLM が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は06び K2 で 航空機の形式名は737から8、K2、747の206、747から406、777から206、ER などとなる。また、B747 から400は2013年からビジネスクラスにフルフラットシートを更新導入しているが、順次退役、売却も計画されており、この代替を目的に、 エールフランスと共同で B787 から9を25機確定発注、また A350 から900を25機確定発注の計110機を発注した。2014年12月に重整備を受けた B737 から800の2機から現行の塗装を一部流線型とした新塗装となり、保有機材を含めて今後は順次施行していく。 2015年以降導入の B777 から 300ER と B787 から9は最初から新塗装での納入となる。さらに、オランダのデルフト工科大学と共同で未来の航空機フライング V の開発に取り組んでいる。KLM の就航地アムステルダムに向けて東北地方上空を飛行するボーイング747から400型、き東京、成田と大阪。 関西から毎日運行しており、アムステルダムから乗り継いだその日のうちにヨーロッパの60都市以上に到着できる。かつては札幌、新千歳経由名古屋、小牧線も就航しており、さらに2013年4月から福岡空港にも週3便で就航した。しかし、福岡線は路線状況が悪化したことや日本円の為替レートが路線収支に マイナスの収支を及ぼしているなどの理由から2016年1月4日もって運休となった。営業事務所はエールフランス KLM で同一地点に所在しており、東京都と大阪市にある。日本路線には常に日本人 CA が3名から4名乗務している。ボーイング747に設置されていたワールドビジネスクラス席エコノミークラスで提供される。 機内食日本路線で提供される和食ボーイング777から 300ER のエコノミークラスボーイング787から9のエコノミークラス長距離路線ではビジネスクラス、ワールドビジネスクラス、エコノミークラスの2クラス制。ヨーロッパ行内路線ではビジネスクラス、ヨーロッパビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制を取る。全機種のエコノミークラスには 足元の広いエコノミーコンフォートゾーンが搭載されている。日本路線の機内食の特徴として、ホテルオークラアムステルダムの和食を登場クラスに関係なく提供し、日本人旅客へのサービスを図っていることがある。エールフランスと KLM 共通のマイレージプログラムで2005年6月6日よりサービスが開始された。エールフランス、KLM をはじめ、スカイチーム便、 提携航空会社やホテル、レンタカー、クレジットカードなどの提携130社以上でマイルの獲得や得点を利用できる。また、獲得したマイルを他のどの会員にも譲渡できる。さらに、同社便、提携外社便の利用回数、距離に応じて、アイボリー、シルバー、ゴールド、プラチナの4つの会員となるエリート会員制度を持つ。 KLM のハブ空港であるアムステルダムのアムステルダムスキポール空港は乗り継ぎの簡単さを重視しており過去にベストエアポートとしての受賞歴もある日本からスルーチェックインを済ませた客がフライトの待ち時間にオランダへの1時間購入国をできるようにもなっているアムステルダムスキポール空港のクラウンラウンジは近年リニューアルされた KLM アジア KLM には参加に KLM アジアというかつての日本アジア航空に似た会社が存在する。これは台湾及び中国双方に路線を持つことに対する政府圧力が背景にあったからである。これと同じくしてヨーロッパ各国のフラッグキャリアはアジアという名称をつけるなどして別会社の設立や別会社を装った便名で運行していたが直接運行の認可によりすべて消滅。 ただし、KLM アジアのみ、クルビンとして、現在も運航している。当時、KLM アジアとして使用されていた機材の一部は、KLM アジアのロゴが取ったまま使用されている。ガルーダインドネシア航空の塗装がペイントされた、ボーイング747。ありがとうございます。